こんにちはうんとねいろんなお話をしたいんですけどちょっと今ねあのどうかなって思うようなことがちょっとあるんで最初にちょこっとだけお話しさせてください。あの私もあの経営者っていうほどじゃないんですけどその端くれにいた人間として会社がやっぱりうまくいかなかったりとかそれから社員の人がどんどん辞めていくとかっていう時が確かにありました。でそんな時に何が原因かっ,て言ったら えっとまあ、いろんなコロナがあったりとか今はしますけどもそういう時に会社で起こっていることを取締役,と役会とか上の人とかそういう人たちで囲っちゃうんですよ。とその下っていうかねそこで働いてる人たちが全然聞かされないであの会社よくしようっていくら温度を取られてもついていけないんですよ。だって嫌でしょ あの自分たちがこの会社を良くしようって思ってるんだったら共有すすべきなんで,すで私の経営の,経営の中での,あの絶対必要なことっていうのは共有なんです。ダメな時はダメメなはは悪悪いで全然い,い,じゃないですかでもその共有がなかったらやってらんないですよ。とその会社って絶対うまくいかないしその,あの事件というかそのことも解決しない。 で例えば、ね、あのすごくあの業績が悪いと,と、まあ、ブックオフが、ね、創業したのは1 9九十年でちょうどバブルがはじけた頃だったんですねそれであの大きな証券会社が潰れたりしましたでその時にもあの例えば後で、ね、社長さんが泣きながらこう謝られたことがありましたよねあの社員は悪くないんだってでもその中にいる社員さんが結局その会社 証券会社が潰れれてかからららねあのブックオフに何人人来られたんですよ8人ぐらいそれでその方たちに聞くと「どんなにつらかったでしょうあの時会社がダメになるっていうその過程にいらしてね大変でしたね」っていう私は言ったんですね最後に「これ本日が最後の営業です」ってこうバーっとシャッターが下りるんですその証券会社の。 で皆さんがこうシャッターの向こうで頭を下げて「ありがとうございました」って社長さんとかなんかね営業の方とかいらっしゃるんですけど私はそれを見て涙が出そうだったんですねだってどんんななに辛いだろうっって思ったんですよ。でも来られた社員の方は「ケロッとしてらっしゃるんです、ね、いやもうちょっと持つと思ったけどな会社」って「えそんなことってある?」って会社が本当に潰れるくらいの100年ぐらいのね 創業の歴史がある会社が潰れるときってすごく辛いはずなんですよ。でもそれをえって言われたんですね。だから私はまあそのその大きな証券会社に比べて、私のやってきたことなんて大したことないんですけども。あの何か業績が悪い。大変なときには役員室で部長専務。社長だけがこそ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 ,こそと講師をああしよ,うあしようって言ったってわかんないです。ドアの外は？ だからその時にはそれはあのインサイダーでね言えないこともあります。インサイダーで言えないことはそまで言えとは言わないけどもでもこの会社は今こうこうこうなんだよっていうことをマネージャーとかできればもう普通の社員とかみんなに共有すべきなんですよ。でブ、ね、ックオフもやっぱり大きな事件がありましてその時にどうしようかってなかなか業績が上がんなくて。 それから世間からも散々言われて、もうどうにもならないとで、このままあの目標に立てた。えっと経常利益をね。達成できないってなった時に、私は私たちは実はあの私はあの普通の役員だったんですけど、もう諦めようと思ったんです。これ会社うまくいかないよ。もうダメかもしれない。もうあまりにも辛くて、もうこれ以上やることはない。もう諦めようと思った時に。社長が。 今諦めたらこの会社本当に世間からもダメな会社に思われるからみんなをちょっと集めてくれと言って明け方ですよね当面を走りながら本部に戻ってで自分家に帰ってシャワーだけ浴びてでマネージャーエリアマネージャーみんな集めて一度に集めてでオーナーが直接社長が直接新しい社長ですけども社長が直接実はうちの今会社こうなんだと。 でもうこの計画が達成できなかったらもう将来的にブックオフはダメっていう落胤を押されちゃうからなんとかしたいっていうふうにその泣,きがな泣きながらとかじゃなくて本音でダメなところを全部さらけ出したんです。ここの計画がこれだけ足りなって言ったらその時にいたまだあの社員とかエリアマネージャーとかまだペーペーみたいな人たちが何どういう動きが出た,たって言ったら。 俺たたちやりますよっって言ったんですよで、それはその時にはそんな信じられないっていうかそんなやりますよって言ったってそんな簡単に回復するとは思わなかったけども現場の力が本当のオーナーの言葉が通じたんですよね心に刺さったから「俺たち頑張りますよ」って「俺たちやりますよ」って言ってくれたんです。えっ、ー、と思った時の動きはそれはすごいですよ。 そんなねなねんかわけわかんないところでねそのコンサル頼んできてね、うん、コンサル私嫌いなんですけどそれだって実力がないのにねただいいこと言ってるばっかりだからコンサルと何のつく人は私は昔も今も嫌いなんですけどそののの本当に実力のある現場の人間たたちちが立ち上が立上ったんですでどうすればいいかとどうすれば数字が取れるかどうすれば人があの成長できるかっていうことを真剣に現場の中で話し合ったら本当に見事に計画を達成できたんですよ。 だから、そういうふうに、それはなぜかというと、すべて共有なんです。役員会だけで、何でも決めて、それで終わり。他の人たちは、この方針についてきなさいって言うんじゃ、ダメですよ。絶対、そんなんでは。あの、会社なんか、まず、起こすことも無理だし。会社運営っていうのは無理です。っていうのを、私、ちょっと経験して、今、ちょっと、ちょっと考えていることがあってね。ちょっと、この共有っていうことは、えっ、ー、と、大小はあるにしても。 絶対必要なんですね。すっごくあのあのちっちゃな例えですけども、あの店舗にね、私たち中古業だから加工するう加工加工してお客様から買わせていただいたものを加工してそして販売するっていうあのや仕事なんですね。それでその時にやっぱりゴミが出るんです。いっぱいなんかあの本だったら本のあの帯とかね、それからこう 汚れたものとかいいっぱいゴミが出るんですでそこがいっつも店舗のこのカウンターの周りにこう落ちてて私はすごくそれがあの気にはなってたんですけど早くねスピードだったから生産性てあげなきゃいけないからってそれじゃちょうどその時の,あの社長がね来られて「この店っていっつも汚ねえな」って言われたんですよ。 もうショックでね私は数字も出してたしそれなのにそういうふうに言われたってことはすごくショックでそれで自分あのゴミが出ると一生懸命自分で掃除したりとかゴミを拾って歩いたんですねでもみんなさそんなこと知らないからババババン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 ゴミが広が広っていくんですよもう早く生産性とにかく上げなきゃいけないっていうのでそうしてたらいつまでたってもそれは一緒なんですよゴミが出てくるから。で私その社長にに一言言われた悔しさをみんなに 朝礼かそんんんな時だっったたと思うんでですすけど言ったんですね。あのねってやっぱりあのオーナーになんか言われるってのはすごく悔しいからねもうあの評価に値するからだから実はねこれあて言われたのよってこういうふうにこの店いっつもゴミがあるなって言われたのよってだからさもうちょっと悔しかったのって言ったらその次の日から絶対ゴミなんかみんな拾いますよね。 で私が一,一人で一日分ゴミ拾ってても仕方ないんです。解決しないの。でもその共有することによって、こだから言われて悔しかったこと、もちろん褒められたことも共有します。だからそういうふうにしてそれを共有したことによって、全然ゴミなんか落ち落ちあのゴミが出てもすぐ拾う。あ大変だ大変だって社長にそう思われちゃ困ると。 だから橋本さんにそういう悲しい思いをさせちゃいけないっていうのがあったんでしょうけどもそれで一斉にきれいになる途端に変わったんですねだからそれは自分が心で秘めてるだけじゃなくてマネージャー会議だか役員会議だか知んないけどそんなとこだけで決めて後のスタッフさんにこれやんなさいよって何でやんないのゴミ拾わないのって言ってた時はそれは間違いなんです共有するってことの大切さをあの本当に経営の中では絶対必要です。だからどんなに 企業で悪いあのうまくいかなくてもみんなで動くっていうのがそれがかっこつけるわけじゃないでワンチームっていうんですかみんなでいいことも悪いこともだってみんな働きたくてしょうがないんだもん一生懸命働きたたたくててしょうがない人たちに上から目線でで言ったってダメですだから上から目線は絶対私も嫌いだしそしてあの共有するってことが大切です。 ちょっとすごくこう感じたことがあったのでちょっと今回お話しさせていただきましたどうも清水邦明ですライバーハウス TV というテレビ局を作りました、えー、このライバーハウス TV ではですね今いろんなものとか情報がある中で えー、ライブコマースっていうんですかね生配信で、えー、その商品とかものに、えー、惚れ込んだ人が、えー、ライバーが生で、えー、その商品を紹介するというテレビ局まあそれに限らずいろんな楽しいこととかですね嬉しいことを放送していくテレビ局に、えー、したいと思っております、えー、もうすでにですね今このライバーハウス TV は稼働していまして、えー、今のその 物の売れる形ですね、えー、販売形態が大きく今変わろうとしています、えー、それに先駆けましてライブハウス TV を立ち上げましたので、えー、ぜひお聴きいただきたいと思いますこの後詳しくご説明しますのでどうぞよろしく